自分のパンチで倒れるっていうのが、びっくりしたんですよね、逆に、はい、自分を信じきれてなかったというか、倒したいんですよね、絶対に、だって倒した方が楽じゃないですか、えー、お疲れのところお、お集まりいただき、ありがとうございます、き、まあ、昨日はノックアウトはできなかったわけですけど、4月の試合からあ成長ぶりはあ見れたあ、見せることができたんじゃないかというふうに思います。まあ ああこれからもまたいろいろ吸収するところはありますけど、これからのナスカを天心に期待していただければというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。まあこれからどの程度休憩を取られて。 えー、練習を再開をするのかというのを伺いたいんですけど,先ほどあの昨日の会見で左拳の状態などもありますあお話がありましたので、はい、その辺の今の状態とかも含めてどのぐらいから練習を再開されるかというのを伺ってもよろしいですかそうですねあの昨日えっ、ー、と来るんじゃない、えー、と明日はですね病院に行ってあの検査するんですけど、まあ、でもあの昨日の状態から あの、悪化してるっていう感じではないので、なんか骨が折れたっていうのではないとは思うんで、しっかりと、まあ、直して、あのー、まあ、すぐ直したいですよね。ちょっと、一週間ぐらい治んないかなっていうのは、ちょっと自分の中で思ってるんですけど、多分、日々、日々だったらどんぐらいですよね。一週間治んないですよね。<laughs> 日々は骨折だから。骨折ですか。 だから、まあ、なるべく早く直したいなっていうのはあるんですけど、まあ、でも、ね、左手が使えなくてもできることはいっぱいあるので、まあ、ちょっとあの、なんだろう脳みそを休めて、えー、そこからまた動き始めたいなと思います、はい、じゃもう気持ち的にはもうすぐにでも始めたいぐらいのまあやりたいですね格闘技やってないと多分おかしくなっちゃうと思うんで僕。 思ってます、はい、その他はプライベートの面では、なんか今一番したいこととか、ここまで5ヶ月間ず結構ボクシングにかけられてた中で、はい、やりたいこととかってあったりしますプライベートですかね、ああ、なんだろうな、あんま考えてなかったですけどね、まあ、波に乗りたいなっていうのは、はい、ありますよね。波が呼んでるかなっていう、僕のこと。<laughs> サーフィンしたいですね。とか。あと、ちょっとなんか、こう、大自然に行きたいですね。広々とというか、こう、時間をあんまり感じないところにいたいですね。あとは、その、なんだろう。あの、電波から離れたいですね。<laughs> はい。ありがとうございます。それでは、一旦、え青、ー、とれない質問です。はい、まあ、昨日、あの、<laughs> ダウンも奪い、はい、内容的にはもう、パーフェクトと。 言っても過言じゃないような試合展開だと思いますが、碧さんから見て、えー、どういったふうな試合と、改めて思われますかうん、そうですね、まあやってきた、練習でやってきたこととかは、えー、すごく出していたと思うんですが、まあ、だから、その本人も言っていたように、新しい課題っていうのが見えた試合なのかなっていうふうに思います。その中間距離での戦いい方とかああいうガードを固めて 相手への対処の仕方とか、そういうところをどんどんこれからクリアしていって、さらにえ夏強いナスカ天心っていうのを見せられたらなっていうふうに思います。名前間違えました。間違えて <laughs> <laughs> じゃあもう本当に次に向けていい状態でいろ、えー、んなクリアするものが見えていると。そうですね。新しい課題もはい。だから本当悪いことではなくいいことが。 どんどん見つかっていい方向にいってるのかなというふうに思います。それでは、えー、浜田代表に質問です。はい、ええー、まあ、えー、昨日の試合を見て、はいえー、今後の那須川選手に期待すること伺ってもよろしいですか。ええー、そうですね。まあ,あ4月からあ一気に伸びたというのはまあ昨日の試合で、えー、分かってもらえたかと思います。ええー、まあ。 練習でのそのまま出たことも出たわけですけどその後に相手があ転換と終,終わらなかったとそういった場合どうするかとか、えー、それで、えー、途中でまた手を痛めた、うん、まあそれも予想しないことではあってもその場合にどうするかとかやっぱり、えー、まあ初めての経験があったわけですからそれは えー、昨日の試合でフルラウンドやったということでは、今後にはまあプラスになるであろうというふうに思います。今後の目標を含めて、まあ、自分自身への期待を含めた、まあ、抱負をいただいてもよろしいですか今後、えっ、ー、とま、まずはもう本当、なんだろう、えーまあ皆さんに期待されてる 部分はたくさんあると思うんでまあその期待にまあ応えたいなっていうのもあるんでまあしっかりと、まあ、強くなるだけですよねうん本当に、まあ、格闘技が大好きなんで、まあ、格闘技しか本当にこう熱中できることがないので、まあ、本当何だろう まあ今回あ、残った課題をあの、しっかりと次につなげられるようにというか、まあ、自分の中ではそのこうなんだろう、自分のパンチで倒れるっていうのがあんまなんだろう、びっくりしたんですよね、逆に、はい。自分を信じきれてなかったというか、で1アンド倒した時に、お倒れたんだみたいな、なんかそんな感じもあったので、まあ、そこは、なんかこうた 倒すことでできたんで自分の中ですごい自分を信じることもあの今後はできるかなと思いましたし、まあ、そこからもっと、まあ、ここができたんだったら次はもっともっとあの上のステップであのそこからまとめ切るとかいろんなことをやっていけたらなと思うので,でまだまだ楽しくなりますね、はい、なので、まあ、しっかりと毎日毎日あの一生懸命生きてあの日々強くなっていきたいなと思います。はい えっとまあ、先ほどあの自分のパンチはそこまでまだ信じきれてなかったみたいな話されていたと思うんですけど、まあまあ、2戦にやってみて今後あの、自分のスタイルボクサーとしてのスタイルとして、まあ、やはりその KO して倒しきれる選手を目指していくのか、まあ、天使選手は別にディフェンスとか他の面でも見せることができると思うんですけどそういう倒せるやっぱりボクサーを目指したいという思いはやはりあるんでしょうか。 まあそうですね。多分その、まあ僕の勝手な予想ですけど、それいくらこう、ポイントアウトする選手でも、やっぱこう、倒したいんですよね。絶対に。だって倒した方が楽じゃないですか。楽だし、早いし、すぐ終わるし。だからやっぱ、倒したいなっていうのはずっとありますよね。でやっぱこう、なんだろう、倒せるっていうものがこう、あると、やっぱ相手のこう、 恐怖心だったり、その、警戒度も違うと思うので、よりなんかこう、ボクシングに幅が広がると思うので、やっぱりあの、倒しきりたいなっていうのはありますね、あるし、やっぱお客さんも会場で見てくれてるので、そういった人たちにも、やっぱこう、うん、倒して、勝つっていうのも、見せたいなと常に思ってますね。